ってるものを取り除いてくれるみたいな感じ。合ってる？じゃあみんなのために合ってる？流れを整理する役目だって。ね、キャーみたいな。なんかさ、さっきの神社からのここ来て、あれ手当てたら一気になんかいろんなものがなんていうの、ダバーっと見て、ハトダバーっとなんか広がってって、あの交通整理されてた。確かに。ハトさん、ハトさん通るよ。おはよう、ハトさん。綺麗な色合い。あなた綺麗な色してるの。ここ行く。私ここの神社行かなきゃ。ここの神社行かなきゃ。神様の御神馬っていうのね、うん、あいいんですよ。の川のねところを元旦に神様たちがこうやって行列作ってたので、その時に上に上がってったのがあって、その瞬間に子供馬さんに乗ってたの。なんか馬に乗った人たちがこうやって上がってったの。だその時にお馬さんって神様のなんか連れて行く人なんだなって、あ、神様なんだなっていう風に思ったのね。だから私馬好きなのね。目がすごくちょっと大好きですって伝えた。あれが金木犀だ。咲いてない。咲いてる？そう。
素晴らしい神社ね。鹿がいるんだ。ちょっと行きたいかな。鹿だ。神戸市亀鹿園って書いてある。この間ね、ちょうど九十龍神社でさ、鹿さんいらっしゃって、鹿つながりだね。すごい。あの中は何だろう、寝るところなのかな。かな。あの二人が素敵すぎる。ね。目が赤く見えるのは私だけ？カモシカなのこれ。あれも？あれも？どれも？そうだね。メモカモシカもちょっと違うもんね。天然記念物でもなんか目がさちょっと違くて、ちょっとイノシシっぽいんだよね。見た目がイノシシっぽいの。イノシシ。いや、シカっぽいでしょ。いや、違うの。シカってスマートじゃん。なんかちょっと違うの。牛じゃない、イノシシ？なんかそんな感じ。なんかここの神社って楽しくなる神社ね。なんか笑顔で楽しく過ごしているといいみたいに言われて、それをやってるから褒められたんだけども、そうやって生きてるといいんだろうなって感じた。ここ大山積みの神様でしょ。あと福の神様でしょ。今年の主さんね。だからなんか思わず会いに来ましたよってなんかそんなことを褒められた。だからそうやって生きてるといいのかもしれないよね。能天気に楽しくね生きてるといいのかもしれない。だからなんか楽しくなっちゃって、そしたらちょうど参拝してる時に家族の方が参拝されてて、男の子が歌ってたの。で、私その時に分かる分かる、歌いたくなっちゃうよねって思ったからそんな気持ちになるねここみたいななんか鳩さんおはようみたいな、鯉さんこんにちはみたいな、なんか鹿さんおはようございますみたいな、そんななんかここそんなとこそんな風に感じられた。楽しい。伝わるこれ。ちょっとこういう気持ち大事ね。マイデンとかも ど真ん中にドーンってあるしね。そうだからびっくりして、でもあれここ違うなと思ったら、あのマイデンって書いてあったね。だからマイデンが真ん中にあるから、スタートするときにあの線があるでしょ、あそこ線だから、ちょうどマイデンにもご神教があったの、その裏側からスタートしたんだから続き。なんかさっきのね神社と通ずる感じがして、いろんなものが削ぎ落とされて見たときに、これを美しく感じる、これをなんか楽しむゆとりができるじゃない。そういう美しいものをゆとりがあるからこそ見れるじゃない。そんな気持ちになって人生を謳歌していったら楽しいって。
って思って、美しいって思って感謝して、なんか今あるものをこう歌いたくなる人は歌って楽しんで生きるっていうのが大事なのかなっていうふうに思ったらね、なんかここそんな感じに感じられる神社だったのよなんか嬉しくなっちゃって、楽しくなっちゃって、素敵な神社だなと。明るくなるね、心がここ、うん、明るくなると思う、気持ちが。なんか鹿さんのねことも思い出して、鉄竜神社でなんか鹿さんが出てきてくださって、そのなんか後の神社で鹿さん神士って書いて、神士か神士か神士か、神士かさん、そう神士かさんに会えてよかったなって思いました。北条さんと同じ目線だね。いいよね、こういうの座って何を感じる。My name